江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷のね、国内の話題なんですけれども、急流に流され行方不明者を出した渓谷海兵隊。この話題はですね、一回動画でお伝えしたことあると思うんですけども、渓谷の豪雨で、行方不明者が出たと。で、川に流された可能性があるので、川をね、海兵隊が捜索したんですよ。そしたら、一人、ちょっと流されちゃって、行方不明になっちゃったと。で、結局、犠牲者となって出てきたんですけども、15日の褒章休暇をちらつかせ、泳げない兵士を河川捜索させていたということでね。じゃあね、ちょっと見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。19日、京承北道天酒和泉郡の水害行方不明者捜索中に殉職したコチェ上等兵と中隊員に対して、海兵隊側が14泊15日の褒章休暇を人参として、急流の中で救命胴衣なしの裸捜索を事実上特例したという疑惑が提起された。取材を総合すると、事故前日までは、チェ上等兵と同僚たちは、川辺から徒歩で肉眼捜索を行い、水に足も浸さなかった。しかし、事故当日、チェ上等兵と中隊員たちは、行方不明者捜索のために、不問橋内白川に受水した。水泳がうまくできなかった砲兵大隊のチェ上等兵も、戦友たちと一緒に水中に入った。水深は足首の深さから始まり、次第に腰の奥深くまで深くなった。誰も強要しなかったが、誰も止めなかったという。時々、幹部たちが腰より深いところには行くな、と叫んだと、部隊員たちは伝えた。チェス軍上等兵は、水泳が上手ではなかったと、戦友たちは記憶した。反戦友は、インタビューで、水に落ちた残りの隊員は、大部分、若干の水泳はできると思ったが、チェス軍海兵は、水泳を全くできなかったとして、海兵隊で水泳を習ったのは、訓練所で一日学んだことが全てと話した。それとともに、砲兵大隊の特性上、水に入ることがないとして、水中捜索経験は事故当日が初めてだったと話した。悲劇が発生した19日の川辺捜索作戦は、午前8時30分に始まった。前日までは、京承北道冷泉に大雨が降った。見守っていた大人たちは、スコップと長靴だけに頼った危険千番な捜索を写真に残した。9人が1組で 3×3、5番の形で隊列を合わせ、川底で行方不明者の捜索に乗り出した。彼らの手には、シャベルが1本ずつ持っていた。しかし、午前9時3分頃、事故はあっという間に起きた。最前列にいた兵長とチェス軍上等兵、そして1等兵が水中に飲み込まれた。2列目にいた戦友たちが、1列目の3人の兵士にシャベルを伸ばすと、みんなで川に落ちた。3列目の後ろにいた彼らもシャベルを伸ばしたという。水泳ができる人たちは背泳ぎでやっと抜け出した。目撃者たちはチェ上等兵が一般成人男性が水の外を走る速度で流されたと伝えた。事故当時を目撃した住民によると、副士官1人が急いで現場にいる誰かを呼んで駆けつけると、砂の上にいた下士など幹部3人もそちらに駆けつけた。その時刻、事故を目撃したもう一人の誰かが119状況室に通報した。119状況室には、19日午前9時3分、私はコーヒーショップにいるが、赤い海兵隊が川で流されているという通報が受け付けられたことが分かった。警察と消防当局によれば、消防当局は午前9時8分頃、警察に共同対応を要請し、先着隊が午前9時26分頃、現場に到着した。海兵隊側は当時この通報の有無をまともに把握できなかったものとみられる。海兵隊のある副士官は午前9時11分頃、遠くから状況を目撃した住民と当時事故現場付近に到着した記者に急いで119、119を叫びながら通報を要請した。海兵隊側は指揮官の携帯電話の有無と事故発生直後に通報したかどうかについては返答不可で一貫した。ある部隊員は、現場にいた幹部は、大部分下士級だったと記憶していると明らかにした。事実上、軍生活を始めたばかりの下士たちが、さらに水中捜索経験や知識のない砲兵所属が、豪雨直後に川辺捜索を指揮してという意味に聞こえる言葉だ。海兵隊は、事故当日、石棺川に388人を投入して、行方不明者探索作戦を展開した。
海兵隊は冷戦に投入された初日の18日から行方不明者を発見し、やはり海兵隊という賛辞を受けた。行方不明者を発見した海兵隊員には14泊15日の褒章休日が支給される予定だった。褒章休日は兵士にとって大きな自発的動機となった。遺体を見た若者に心理的な慰めにもなり、作戦目標も十分達成できる特例策だったと部隊関係者は明らかにした。該当部隊関係者は、事実上水が胸の高さまで蹴ることもあり得るということを知らない兵士はいなかったとし、ただ本人が自ら調節して深いところに行かずに捜索していたと話した。救助や捜索専門家ではない砲兵大隊が無理に水中に入るのを見て、捜索に参加した複数の機関が遊女の声を示したという。軍人権センターは事故当日の声明で、災難状況で軍将兵が対民支援業務に投入できると知ったし、水害復旧や失踪者捜索補助業務ではなく、河川に直接入って行方不明者を捜索する任務を経験のない一般将兵に任せるのは危険千番なことと指摘した。捜索当局のある関係者も、自ら認知し自ら行動する警察や消防士とは異なり、軍人は命令に従って行動するため、緊急な状況で瞬発力を持って行動することが難しく、水中捜索に深く関与してはならないと見るのが一般的だと話した。消防庁報道官室はインタビューで、海兵隊側に徒歩で水の外から捜索するよう指示した。徒歩捜索区域を協議しただけで、救命胴衣や安全装置なしで水に入るよう協議したことは全くないと述べた。一部では海兵隊側が行方不明捜索の実績を高めるため、行方不明者が多くいると推定される場所に捜索区域を配置してほしいと要請したという主張も提起された。このような疑惑に対して、イキウォン海兵隊一師団広報室長は一方的な主張とし、独立機関である海兵隊捜査団で捜査中の事項なので、任意に答えることはできないと話した。はい、ということでね、まあちょっといろいろ詰まってますけれども、まあまず人参をぶら下げて、で、兵士たちが休みもらえるからということで、まあ、任意で自発的にこう深いところまで、休みが欲しいから行っちゃったのかなという感じもしますけどね。はい、それではですね、こちら警告の反応いってみましょう。だからね、プールはね、やった方がいいんだね。昇進に目がくらんだ幹部が1階の軍人を部品と見て、安全性とは関係なく海兵隊ブランドだけを強調して起きた事件。1592-29。海兵隊はエラでもあるのか？溺れたら血のないの？その急流に手をつないで一列に歩くか？救命胴衣一つなしで責任者たちみんな服を脱ぎなさい。848-11。お金があってバッグがある子供たちは軍隊を避けて、お金がない家の子供たちは皆軍隊に行って、その青春期の年齢でビンタされたり、大変な苦労をして血の思いまでして軍隊に出て、何が一体メリットがあるのか。世の中に誰が軍隊に行きたくて行くのか。これは軍隊なのか搾取だ搾取。軍人をどの例のようにこき使うから、軍人に対する礼遇が底になる。虚礼虚職と見せしめ式クエックス軍であるために、渓谷の若者たちが血にかけている。あんな指揮官たちは戦争に出れば部隊を全滅させる指揮官たちだ。577-18。文章を見ると、下士官らに安全責任を押し付け、捜査は海兵隊が自主的に行い、実績に目がくらんだ幹部ら。軍生活をしていた人として、軍の治らない慢性病が全て明るみに出た。私が経験した最も非合理的な組織である、北朝鮮にいるという感じをよく受けた。471-4。泳げないのに救助活動？実績を出すための無理な指示だったね。196-6。急流で一つに安全装置なしに裸で救助作業をするなんて、一体上官たちは何を考えながら国を守るというのか。自分の軍人たちも守れないくせに、どんな国を守るというのか。76-1。救命胴衣を着てもふくらはぎまで水が来ると急流に流される。救命胴衣を着て救助作業をしても足りないのに、何かプールで救助作業をしていると思ったのか。22-1。ヘルアサ戦に男として生まれたら20代で強制度の霊生活が漏れなく当たる。わらわら。ほとんどの国では想像もできないことなのに、老いたどの霊たちは自分たちの方がもっと大変だったとか自慢しながら、最近軍隊が軍隊なのかという。わらわら。
国際労働機関では非軍事的目的で体の悪い子たちを徴用するのも強制労働に分類するのに、それよりずっと犬のような服役は強制労働よりもはるかに劣るとの例そのものだ。しかし改善の話が出れば昔の話をしながら発狂する。本当にこんな骨の髄までどの霊国家はないよ、わら22.4。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、ということでね、じゃあ上の方からいきますかね。海兵隊で泳げないのが問題。釣る方も釣られる方もどうかと思う。エラあるくせに水に弱いってあり。プロ意識ないし監督員の考えも浅はか。海兵隊とは救命道義なしってのが日本ではありえない。泳げないやつが海兵隊員って何なの、わらわら。おいおい、一日チラッとやっただけで泳げると思ってんのかよ、わら、ね、つうかさ、学校で水泳の授業ないの。プールがないんじゃん、まず。だからほら、こうやっぱりね、この渓谷さん泳げないっていうのは昔からネタでありますけど、今も実際にこういう風にやっぱり泳げない人多いんだろうね、うん、で背泳ぎでしょ。だから息継ぎができないから背泳ぎなんでしょ、うん、まあ別に息継ぎできないのはいいですよ。別に背泳ぎが泳げるだっていいですよ、うん、泳げないのに海兵隊になれるって。防弾チョッキでも弾が貫通するんだからライフジャケットも浮かないのか、わら。海兵隊ってどこで活動する軍隊か理解できてないんか、軍部は。命綱つけるとか二次災害を避ける対策をしてる雰囲気はないな。泳げない海兵隊員って世界にいるのか、わらわら。まあね、こう砲兵部隊だったって言いますけどね、うん、でもまあ普通一般的に聞くとね、泳げないのってなっちゃうよね。お前ら立ち泳ぎ10秒もたんだろ、わらわら。こいつら何をするのも特感だな。もっと命の大切さとか考えないのかね。論点がずれてる。まずは泳げるように訓練させろよ、わらわら。役割の線引きが曖昧すぎるよな。警告って帽子が言うにはどんなことにもラインが曖昧なんだが、上層部が手柄欲しさに無理やり送り込んだって話もあるのか。泳げないこともお粗末だけど、犠牲になったやつも浮かばれないだろうな。指揮官って一番最初に逃げ出す人のことでしょ。けど水に入らず捜索してると、捜索してる家族から叩かれそうだし逃げ話だね。休みもらえてもやりたくないのが本音だろうな。渓谷の小中学校にはほとんどプールないって聞いたような。息継ぎできないから背泳ぎなるへそ、わら。そう高校プールなかったけど 25m は泳げたぞ。はい、ということでね、皆さん泳げますか。いや、中学校の時に恥ずかしいからちょっと具合悪いとか言ってさ、プールちょっとサボってた人もいると思うんだけどさ。大事なんだね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。